吉本プラモデル部チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。桜井でございます。ついにエリア88企画ということなんでね、私も参加させていただきます。はい、それでね、5スターの時と一緒でね、部員の皆さんには若干何を作るかアイテム選定でね、私アドバイスさせていただきました。というのもですね、長谷川のクリエイターズワークスシリーズ、エリア88。現在ね、入手が結構困難な状況になってるんですね。まあ人気の機体は結構プレミアム価格がついちゃってて、まあそんな値段で買ってもしょうがないので、まあその辺はね、すでに入手している我々外人部隊が担当しようということでね、まあ割と入手しやすいものを皆さん作ってるんじゃないでしょうか。はい。ただね、もう一つ選択がありましてね、あのシリーズの中のラインナップされてない機体っていうのも結構あるわけですよね。うん。入手しやすいもの。あとは、プレミアついてるけど、すでに購入済みのもの。作るっていうのもあるんだけど、第3のシリーズとしてね、そのラインナップ外のものを作ってみたいなって、ちょっと思いました。そんなわけでね、私が今回参加して作るものはこちらでございます。ロックウェル B1 ですね。まあ、これはボーイングと書いてありますけれども。はい、同友社さんのスゴシリーズでございます。はい、こちらのキットを作ってね、先橋タールのね、死を運ぶ白鳥を作りたいと思います。まあこれサイズ的にはね、144分の1なのでね、ちっちゃいかなと思われるかもしれないんですけど、それでも30センチぐらいの、30センチ超えるな。結構大型模型です。72だと60センチを超えてしまうのでね、で、しかもね、今なかなか入手しづらいな、モノグラムも MPC もね。そんなのでね、割と皆さんもやりたくなったら、入手が簡単なこちら。はい、こちらで行ってみたいと思います。それでは、どんな感じになったかご覧ください。どうぞ。はい、では中を見ていきましょう。はい、こんな感じですね。箱の割にはあっさりとしてますね。はい、こちらが本体ですね。はい、いやー、いいモールド入ってますね。こちらの商品ですね。同友社から発売されてますけど、製造はこれ、アカデミーのキットです。だから本国ではね、図版同じですけど、パッケージデザイン違う形で、まあ日本にも輸入されてますけど、販売されております。昔のキットはね、凸モールドで、しかもこんなに、複雑なモールド入ってなかったんでね、嬉しい限りですね。これだけでも24センチありますね。ここからね、はい、これにまた頭つけたり尾翼つけたりするとやっぱ30センチは超えますね。はい、これはお腹のカバーですね。はい、これは主翼ですね。 B1 っていうのはね、珍しくこういう大型の爆撃機ですけれども、可変翼でね、やはりトムキャットと同世代なんで、その頃の流行りというのがわかりますね。特徴的なのがね、これ、可変翼。軸を本体に作った後、羽を差し込むんですけども、見てください。スライド金型で、ここが、もうすでに抜けてますね。空洞です。本来こういう構造だとね、だいたい上下合わせたりとかね、裏側だけ1枚、貼ることによって、こういう差し込み穴作るんですけど、これは一発で抜けてますね。いや、ワクワクするなぁ。ランナー酒始めたくなっちゃう。はい、そうですね。この尾翼のとこもそうです。このように、一発で抜いてありますね。うん。僕はこういうところのね、パーティング消すのがすごく好きなんですよ。ちょっと変態ですね。こちら、Eランナー。同じものが2つ入ってます。車輪ですね。はい、大型なんでね、普通の戦闘機みたいに、3つのタイヤでは体を支えられないんでね、結構いっぱい入ってますね。はい、計10個です。はい、これがランディングギアですね。まあ、こうやって見ると72とか48とかの飛行機と同じサイズですけれども、これは144分の1なので、ランディングギアもかなり大型のものだということがわかります。これははい、エンジンですね。翼化の。はい、それと爆弾ですね。はい、これぐらい大きいね、爆撃機になると、翼化に爆弾吊るすんじゃなくて、全部腹の中に入ってますね。まあ、今のステルス戦闘機とかでもそうですけどもね、ステルス性上げるために。まあ、こういう構造です。
そしてインスト。これ面白いのがですね、2部に分かれてますね。はい。ここで終わるんですけれども、この後こっちのカラーの7に移るというね、なかなか面白い方ね、パターンです。さあ、インスト読みながらどう作るか考えていきましょう。奥義伝承でもね、やっているのと同じです。まずエアキットというのはコクピットを作っていきます。ただですね、このコクピット、大きな爆撃機ですので、戦闘機とは全く、構造も違います。さらにね、144分の1ということで、サイズもかなりちっちゃいです。もうね、このメインのパーツにシートがもう一発で、ついて、これでワンパーツですね。なので、まず全体を、コクピット色。コクピット色というよりね、一応指定では317番。制空迷彩のね、ニュートラルグレーで塗るようになってるので、はい、塗ります。で、シート部分、アメリカ軍の場合はだいたいオリーブドラブかオリーブグリーン。それで塗るようになっています。はい、これを塗ったらですね、一応コンソール。はい、このデカールを貼って、このピンのとこに、はい、取り付けますと。ね。はい、さらにね、いろんなものを取り付けてから、こちらの上をつけるんですけど、ここにもコンソールのデカールを貼るようになっております。はい、まあ上をつける前にですね、まだいくつかやることがありまして、こちらですね、これ主翼です。可変翼なので、先ほどランナー状態でお見せしたこの軸をこうスポッとはめて、こちらにつける構造になってるんですね。はい、右側も一緒です。ここが、この角度を止めるためのね、まあ、なんていうんですかね、ラチェット的なパーツが取り付けるようになってます。ただね、これ、可変翼なので、塗装した時にね、やっぱ隠れる部分とかあるんですよ。なのでね、このキットはよくできていて、これごとスポッと抜けて、塗装後にはめることができるので、この軸だけ入れた状態で接着します。はい、そしてですね、接着する前に一つやらなきゃいけないことがあるんですよ。これはね、僕まだ仮組みしてないんでわかんないんですけど、だいたいこの手の爆撃っていうのは、お尻が重い、つまりテールヘビーなんですね。なので、足3本でこうやった場合、上がってしまうんですよ。機首が持ち上がってしまうんで、それを防止するためにですね、こういったもんですね。これ、釣り用のガン玉っていうのかな?重りですね。はい、中に出したものがこれなんですけども、これ釣り糸、テグスにパチッとこうやって止めて、針を沈めるための鉛の重りなんですけど、これを機首の中に仕込んでいきます。こうやって見るとわかるんですけれども、この辺に隙間があるのでね、ここに2、3個入れましょう。それで、最終的にこのノーズを貼るんですけれども、まあ、ここにもまだ隙間があるので、ここにも足りなければ入れることはできますが、まずはこの隙間にね、3つ4つ入れていきましょう。では、重りをつけていきます。まあ、まず、こうね、瞬間接着剤で、こんな感じですね。それでね、軽くはめてみてください。上が邪魔にならないように。あ、大丈夫ですね。これがね、あんまり上の方に飛び出しすぎるとね、上が閉まらなくなるので、まあ、その辺の加減を見ながらという感じですね。ここにも入れていきましょう。これでだいたいこう、指の上にね、乗っけて、頭がこう、重くなってれば、まあ大体大丈夫です。はい。しっかり止めといた方がいいので、この後カラーパテで、止めて、その状態をまたお見せします。重りをですね、瞬間カラーパテで完全に固定したとこです。これをね、ちゃんとやっておかないとですね、完成後にポロッと外れるとですね、中はね、この重りが踊り出すというね。まあ皆さんも何回か経験あるとは思うんですけど、完成後何かのパーツが外れてですね、キットのナイフでね、カラン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 というね、謎の音がするというね、あれテンション下がるんですよ。そうならないようにしっかり止めておいてください。はい、そしたらですね、いよいよこの上を取り付けます。まあ、
ずっとね、あの、オービンでもお話してるように、若干隙間を作ってですね、はい、これですね。ミスターセメントの S 流し込みタイプ。私はこれを使って接着していきます。もう筋彫りに入っていかないようにっていうのが、大事なコツですね。はい、そしたらギューッと押すと、まあ軽くこうむにゅっと出てくるんで、これぐらいで良いと思います。次は後方のこのね、尾翼がつくあたりですね。はい、ここにも、はい、ギューッと押さえつけます。はい、こんな感じですね。以前ね、奥義でもお話したように、まずはね、この調子で接着が必要なところ、そして合わせ消しが必要なところをバンバン接着していきます。で、インストールで確認したところですね、これエンジンのパーツですね、ここに合わせが出るので、まずここから作っていきましょう。はい、これは内部ですね。まず3発のパーツをつけて、はい、これをね、ここに取り付けるようになってますね。そしたらこれを、上じゃなくてこれ実は下側になるんですけどね、はい、ここにも接着剤を流していきます。こういうね、クランク状になってるのは上から下というよりもちょっとね、こっち方向、わかるかな、こういう風に押さえると、この縦の合わせのとこも無乳が出ます。上下でギュッとやると、こことここしかできないので、こちらもやるにはやっぱりね、この斜め左上に向かってグッとこう押すような感じがいいでしょう。ただ後ろからも見てね、この辺のズレがないか、この時点だったらね、グリグリやれば調整効くので、はい、こんな感じです。はい、これを、左右両側作って、はい、これで完成です。あとはね、これが乾いてる間、そしてこの本体、これが乾いてる間に、ゲート処理、パーティングライン処理だけで終わるパーツをガンガン削って処理していきます。よく見たらですね、ここもでしたね、垂直尾翼のここですね。はい、こんなの一発で抜いたらヒゲだらけになっちゃいますからね。はい、まあ、ここの前方と後方に合わせが出るので、まあ、そこを中心にね、こうやって流していきます。まあ、やることは一緒なんで。こちらがランディングギアです。この下の2つが主脚、そしてこちらが前脚ですね。両方とも2パーツで構成されております。これをね、角度をつけて固定しちゃいましょう。こういう感じでね、角度をつけて固定する際に使うのがこちらの本体。ここの穴にね、仮止めして、仮止めって接着剤を使わずに差し込んだ状態で角度をつけて固定します。はい、でその後にタイヤをつけるんですけれども、タイヤ自体はね、塗装してからの方がいいと思います。じゃあまずこれをつけていきます。ランディングギアの接着が終わったとこです。はい、ですね、このピンセットで今示してるとこですね、ここ非常に細いので気をつけてください。私も折ってしまいました。このちっちゃいところ2箇所で、接着して今乾燥させてるとこです。早く機体本体にね、取り付けて安全な状態に持ってきたいなと、ちょっと気が焦っております。この側面にですね、パーティングラインがあります。この辺はデザインナイフをですね、このようにカンナ掛けしてパーティングラインを消します。まあ、あとね、一つの方法としてはこの流し込み接着剤、これをこのように塗ってですね、溶かしてパーティングを消すなんていう方法もあるので、まあ、いろいろ試してみてください。とにかく細いところに負荷がかからないように気をつけて作業してください。
こちら黒いランナーにね、ついてたパーツです。こちらが主客用の車輪。こちらが全客用の車輪ですね。主客はですね、片側4輪ですね。まあ、かなりの爆弾が積めるのでね、それだけ支えられるように、まあ、旅客機のようにね、多くのタイヤで支えるようになっています。まあ、全客は、まあ、通常通り2輪ですね。そしてこちら、ノズル、エンジン4発なので、そこも一緒に磨いておきます。こちらがですね、パーティングとゲート処理だけを済めば終わるパーツですね。兵器装のカバー。あと、これまあ、開けた時のやつだな。はい。あと、これは羽の付け根につくパーツ。で、これが水平尾翼。これがランディングギアの蓋。で、これがノーズコーンだったりですね。はい。この辺のパーツはですね、先ほどから申し上げてますように、接着剤塗ったところが乾く間に処理をしとく。で、これが終わるまでにやっておけば、スムーズに合わせ目消しという作業に移行できるので、時間を有効利用するやり方です。はい。こちらがですね、腹の兵装内、ここですね。ここに搭載する爆弾です。2種類入ってます。こちらは8発搭載できる、まあ、巡航ミサイルとかそういうものがね、積めるんですけども。あと、こちらが、まあ、多分、自由落下式の通常爆弾ですね。回転式の、専用のランチャーに入ってるというね、なかなかシステマティックな構造です。さあ、これをね、実際中に何を積むか、まあ、こっち2つを積むか、こっち2つを積むかという感じなんですけども、まあ、どれ積むかはちょっと考えていきましょう。というのもですね、作品中ね、さっきはですね、まあ、ちょっと言葉が強いんで、あれなんですけど、まあ、核を使おうということで、この B1 をエリア88に持ってきたんですね。なので、まあ、こういう自由落下式の爆弾を積むとはあまり思えなかったりとかもするんでね、まあ、その辺どうしましょうかという感じですけれども、まあ、兵装庫はね、蓋をしてしまえば、実はわからないというかね。まあ、実際にこれ足をつけて展示するときにあんまり開きっぱなしっていうのもどうかと思うので、実際には蓋をしてこの中つけるかどうかはちょっとこれから考えていきましょう。はい、そんな感じでとりあえず、オプションで何がついてるかのご紹介でございました。接着剤が乾燥したのでこれから合わせを消していこうと思います。がです。その前にちょっと見ていただけますかね。はい、こちら縦の筋彫りね、こう平行して連続して並んでますね。でね、これ見えるかな、この上にね全部をつなぐように1本細い筋彫りが入ってるんですよ。ただしこれ、金型の側面部分に当たるので本当にね当たりがついてるぐらいでほぼ消えかけてますね。はい、ここですね、先ほどの縦の筋彫り、これを全部結ぶように横に筋彫りがここまで走ってるんですね。で、さらにそこにこういうもの、四角いのがね、再びこちらに戻ります。はい、まず横が消えているということ。そしてここもね、形跡らしいものはあるんですけども、完全に上なんか消えちゃってますね。はい、で、ここもそうですね、この四角いの。角丸の四角なんですけど、この上3辺は大丈夫なんですけど、下がね、ちょっと弱い。まあ入ってますけどね。この辺をね、まず復活させちゃいましょう。全体的に削ると、どうしてもここら辺のね、筋彫りも一段浅くなってしまうので、より見えなくなります。その前に先にこの辺を掘って、くっきりさせて、それから合わせ消しをやっていこうと思います。では、筋彫りを掘り直していきます。はい、こちら、0.3mm のプラ板に両面テープを貼ったものです。それを、先ほどの薄い筋彫りに合わせて貼ります。これをガイドにして、このように引いていくわけです。そうですね、軽く5回ぐらい撫でれば、筋彫りとしては、それなりの深さを持って刻み込まれますね。はい、こういう感じですね。はい、同じようにこれをこっち側までつなげていきます。
たらまたできたところでお見せいたします。岸からこれちょっと斜めに落ちてここまで掘ったとこですね。そしてここももう若干痕跡が残ってるところをライドに掘り直したとこです。そしてね、最後にここですね、この角丸四角映るかな、もうこれはね、これに沿ってそーっと力を抜いて10回ぐらいなぞるんですね。撮影画面を見ながらやるっていうのが かなりしんどい。しゃあ、できたわ。はい、こんな感じでございます。そしたら、合わせ目消し始めます。じゃあ合わせ目を消していくんですけど、これ指でちょっと触ってみると分かるんですけど、ここね、まっすぐこうじゃないんですね。実は機体の構造じゃないです、プラモデルの癖ですね。ここら辺でちょっとうねってるんですよ、こうボコッボコッと。そこにまあいわゆるこの手のヤスリでやっていくと、そのうねうねにね沿ったまんま、側面の合わせ目が消えてしまうので、今回僕この手のやつですね、まあこれスティック状のものにヤスリを貼ったもの、まあ、これを使ってですね、なるべくこの側面がまっすぐになるようにこのように削っていきます。こういう時にこの上側かけても意味がないので、できるだけこの下側をねポイントで、要は出っ張ってる面だけなるべく削っていくというね、それで低い方に揃えるっていうのが、他のモールドを壊さずにここを平滑にするというねコツでしょうね。もうちょい、せめてここまではお見せしたい、じゃないと裏でなんかズルしてんじゃねえかと思われてもね。よい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 、はい、こんな感じですね。まあこの辺からこの四角の端ぐらいまではこれで消えたということです。同時に指でこう触って、あ、平らになってるなっていうの、これをここだけかけすぎるとここを今度へこんじゃうんでね、こういう感じに、それもいけないので、まあ滑らかに合わせ目が消えたら、今度その周りとかをね、なるべく平らになるように、平らって言いながら複雑なこの曲面の中の平らですからね。はい、こんな感じで次々にやすっていきます。全体をやすって、さらにねスポンジやすいで軽くなでたとこですね。先ほど掘った筋彫りの中にこの粉が入っているので、くっきり入ったということが確認できます。さっきのこの角丸のね四角の下側ですね、ここにも入ってますね。まあ粉が入るということは墨も当然入るし、これぐらいになってれば大丈夫です。はい、で最後にね、この上から2本来てる筋彫りね、これがやっぱり合わせ目消しで消えてしまったんですね。これ最初に引いといても良かったんですけど、どれぐらい削るかがちょっと分かんなかったんで後回しにしました。はい、なのでここにもね、下の筋彫りに突き当たるまで、はい、カツッと止まりますからね。はい、こういう感じね、カツッ入ってるかな、もう1回ぐらい、これカツが入ったらたどり着いたってことですね。筋彫りで止まってるので、これ以上行くことはありません。でこういう感じ、はい、これで完了です。同じようにこちらエンジンのパーツですね、翼の下にぶら下がるエンジンなんですけども、ここにも例のクランク状の合わせ目があります。でそこをまたいで筋彫りがあるので、今回は先ほどね、先にというやつやってみましょう。これも前、奥義伝承で多分お伝えしたと思うんですけど、削って一段低くなってしまうと、筋彫りと筋彫りつなげるのもなかなかね、消えてしまうと、痕跡を追って引っ張るというね、めんどくさいことがあるんで、僕はこの時点で、
こう、ノコでね、まるでお肉の筋を切るように、この合わせではみ出た接着剤の間を渡していくんですね。ここもかな。あとここ。はい。反対側にもありますね。はい。まず筋彫りを貫通させると。はい。削ってより深くしておくと。で、その後、ヤスリで、このように。削っていけばいいわけです。はい。このように進めていきます。エンジンのブロックですね。はい。合わせ目を消して筋彫りを彫り直して、そして今このエンジンノズルのね、つく直前のこの丸いパーツ、これをこちらから接着したとこです。これでエンジンは終わりですね。はい。インテークもね。A 型と B 型の違いは、このインテークの中が稼働するか固定するかというね。B 型量産に入ってから固定になったので、ステルス性が上がったと言われています。はい。そして、こちら、本体ですね。はい。これも筋彫りも終わったので、あとは、ここの、側面のね、これを取り付けて、あと、ちなみにこれはですね、こういったタイプのものと、こういった、ここに隙間が入るもの、これ2種類用意されてるんですね。これは可変翼が中に入った時のパターンで、開いた時は先ほどの、こちらと。まあ、差し替えができるようにできているので、まあ、これは接着をしないで仮止めぐらいにしておきましょう。そして、尾翼の部分、これをつけて、そして先端のコーンをつけて、ここですね。はい、これも取り付けて、これで全体が完成するわけです。はい、じゃあ取り付けていきましょう。その時点でまたお見せいたします。この側面部、ここを接着する前にちょっと一つ補足です。はい、これね、非常にタイトにピタッとつくんでいいんですけれども、接着の仕方、接着剤の量によっては、ここ、筋彫りなんですけど、消えてしまう可能性があるんですね。そうなってしまうと、また掘ったりするのが大変なので、軽くです。軽くこのエッジをね、落として、まあ、いわゆる筋彫り化ですよね。それをちょっとね、補っといてあげた方がいい気がします。なので、ちょっとやっておきます。まあ、やらなくてもね、筋彫りになるような、微妙な彫刻は入っているのですけどもね。まあ、なんせ、人のやることですからね。はい、失敗しない方がいいので。それとね、今やってみて思うのは、ですね、ほら、下はバッチリあるんですけど、上が若干、ズレが出るかな。まあ、僕の接着の仕方かな。ちょっとこの辺もね、ムニが出てるところ、ちょっと削っておいた方が、よりタイトに。これちょっとやんないでくださいね。皆さん、自分の方に向けるのはね。はい。この辺ちょっと切っておいた方が、後々良さそうな気がします。はい。じゃあ、こんな感じで接着していきます。そしたらまた後でお見せいたします。主翼と尾翼をね、パチンとはめて、まあ、全体のフォルムを見てるとこですね。いや、いいですね。やっぱりね、144分の1で30センチぐらい。まあ、これぐらいがね、日本家屋には一番いいサイズじゃないでしょうか。さすがにね、72分の1になるとね、この倍ですが、60センチを超えてくるとなるとね、ちょっと置く場所にも困るし、まあ、それにね、古いキットなんで筋彫り、これ全部彫り直しということになるんでね。にしてもね、あっという間にできちゃったんですよ。まずい。尺が足りない。どうしよう。このままじゃいかんな、なんですけど、いかんと言っても、いかんともしがたい。もともとパーツ数が少なかったので、意外にパチパチパチっとできてしまってね。どうしよう。まあでも進むしかないですよね。できてしまったんだからね。
はい、じゃあ先ほどのねこの辺の接着剤が乾燥したら一旦表面をスポンジやすいでなぜってですね、まあ、平滑になってるか先ほどの筋彫りとかが毛羽立ってないかとかねその辺を確認して塗装に移っていきます。サフを吹いた時点でね一度またお見せします。さあどうしよう、やばい。表面処理が終わって今サフを吹き終わったところです。これがメインのパーツですね、本体と主翼が2つ、尾翼が2つ、そして下側につくエンジンが2つですね。はい、筋彫り掘りなしたところもね非常にいい感じになって、まあしっかりしたモールドなんでサーフェイサーは1回拭いたぐらいでは全くびくともしなかったので、これからどういう風に塗装しようかちょっと考えながらね進めていこうと思います。こちらがですねその他のパーツですね。まあノズルだの車輪だのランディングギアだのその他のカバーだのって感じですね。まあこれも基本的には本体色と一緒のところが多いので一緒に塗っていきたいと思います。最後にキャノピーですね、このキットにはですねキャノピーのマスキング用のこのシールが入っていますので、まあ、それをペタペタ貼ったというところですね。貼るところも一斉したかったんですけどね結構精密な作業なのでちょっと貼った状態をお見せしてこれでご勘弁ください。まあもう一つ理由があってですねこのマスキングシールですね枠線も何にも入ってなくて切れ込みだけ入っているのでシール本体剥がさないとただの水色の紙になってしまうっていうね、まあ、これの方が絵面的に分かりやすいかと思います。はい、機体の3分の2ぐらいマスキングしたんですけど3分の1ぐらいが機体色と同じになるのでね同時に塗装もしくは本体に取り付けて一緒に塗ってった方がいいかなとは思います。まあ、その際ですねこの透明の上から拭くとですねやっぱり色が透過してしまうので一度サフもしくはサフと同じグレーを吹いてから塗装に移っていきます。さあいよいよ塗装だ、頑張りましょう。ではいよいよ塗装入っていきます。先ほどのねキャノピーマスキングシールを貼ったのでもうここにはめてしまってます。接着はしてないです。裏側からですね両面テープで軽く固定してあるのでいつでも剥がせますけどもこの状態で塗ることによって機体色と同じニュアンスで塗装することができます。はい、でまあねいつものことというかねまずプレシェードを、筋彫り周辺とかに吹いているんですけれども普段使うよりは割とニュートラルグレーというかね明るめのグレーを使ってます。というのはですねやはり48でもなくまして72でもなく144分の1ということなのであまりけばくなりすぎてもスケール感を壊してしまうからですね。はい、この上からですねこういうパネルごとに綺麗に白を吹いて立ち上げていくんですけどこのニュアンスをどうするかがちょっとすごく今悩んでますね。やりつつ考えていこうと思います。というのはね全身真っ白の機体なのでねしかもサイズ的にもやっぱちょっと強弱つけないと面白くないけど逆にけばくなりすぎるとスケール感も壊すしそしてそんなに使い込んだ機体ではないのでねその辺をどういう風に表現していくかと今考えております。はい、まあ主翼なんかも同じ感じでやっておりますね。じゃあこれから白を吹いていきます。おそらく相当丁寧に吹いていくと思うので全部見せるとちょっとくどくなるのでダイジェストみたいな形でお送りしたいと考えております。では実際に塗装に入っていきます。まずはですねこの基本のねプレシェードこれの間のところですねパネルごとに丁寧に白を拭いていきます。といっても白に若干ねグレーを足した色ですね。単色だとね面白くなくなっちゃうんで、ね、ちょっと階調はつけようとは思っています。かなり薄く溶いた塗料で、そうですね。このマスごとに丁寧に拭いていこうと思います。ただこの時注意しなきゃいけないのは、先ほどからずっと言ってますけどね、48でも72でもなくて144分の1っていうことなので、その辺のね、スケール感を壊さないように、
あんまり手羽くなりすぎないように塗っていこうと思います。状況によってはね、ちょっとこのパネルラインの間、今一マスごとに塗ってはいますけど、状況によっては、二マス、二マス、ここですね。こういうところは、一つの塊として塗っていきます。まあ、その時々の状況でね、ちょっと、まあ、思うがままに塗っていこうとは思います。でね、まあ、気に入らない部分があれば、また後でね、調整すればいいので。はい、こんな感じで進めていきます。1回目の白を拭いたところです。白に若干のグレーを足した状態で拭きました。はい、この上からですね、さらに白を拭いていきます。この辺からいってみましょう。うん、こんなもんだな。うん。はい、こんな感じで順々塗っていきます。今全体が拭き終わったところです。まあ一旦これ様子見てね、はい、次々と他のパーツも塗っていきましょう。できる限りブロックごとに立ち上げていくんですけど、例えばこういうところね、これの上にさらに2つつながってる、ここもうこういうところはきちっと拭いても無理なんで、もうこれは大体の感じでね、でものすごくノズル絞って拭けばできますよ。でもこれぐらいのものをねきっちりやると逆に手羽くなりすぎちゃうんですよ。まだ上のこちらのところ塗ってないんで、なんとなく差がわかると思います。まあ、こんな感じで白を発色させていきます。現在白が全部吹いたところですね。まあ若干こうね、グラデーションも残ってる感じで、まあ、これからね、墨入れというかね、ウォッシングというかやっています。ただね、白の上から墨、ウォッシングをするとね、やはり綺麗には拭き取れないんですね。必ず汚れるというか濁ってしまいます。おそらくその後でまた補正をかけることになるんですけど、その補正をかけながらですね、ちょっと、何でしょうね、アクセントなんかをつけていこうかなと思います。まあとにかくね、白の塗装、特にこういう白一色のものっていうのはね、単調で丁寧な仕事の繰り返しになるのでね、もう今期との勝負です。頑張って皆さんも塗ってみてください。それでは墨入れをします。というわけで白を拭いた後に墨入れを入れ、それからね若干白を補正しました。まあこれでパネルが結構くっきりした感じですね。はい、これから汚しを入れていこうかなと思ってます。劇中ではどう見てもね、まっさらを入手してる感じなんですけどね、
やっぱ模型としてちょっと面白くないんで、軽くね、汚しはしようと。まあ、車の新車みたいなね、納品のされ方はしないと思いますので、まあ、ちょっとその辺もやっていこうかなと。その前に、一回デカールを入って、ツヤを整えて、それから、最後の工程に進んでいきたいと思います。次にですね、このパネルを見てください。筋彫りに墨も入ってるし、3段階ぐらいで白を立ち上げてるんですけど、やっぱりね、白単色でちょっと面白みに欠けるので、ちょっとパネルシェードでも吹いてみようかなと。パネルシェードっていうのはね、昔、奥義伝承でもご説明したことあると思うんですけど、このパネルごとに、マスキングして急激なシャドウを入れるというやつですね。まあ、百聞は一見にしかずなんでね。一つ入れていきましょう。じゃあ、ここですね。この、マスキングの境のところにですね。若干、スモークグレーを。この程度でいいです。やりすぎるとケバくなるんでね。で、剥がすと。こういう感じ。映ってっかな？はい。これをね、軽く、まあ、だんだんに、まあ、ランダムにいろんなところに入れていくわけです。もう一つぐらい入れてみましょう。はい。なんとなくわかるかな？はい。これをね、順々に繰り返していきます。じゃあ、またしばらく作業をします。パネルシェードを吹いて、今すべてのパーツができたところです。じゃあちょっと見ていただけますか。こんな感じですね。アップで見ると。どうしようかなと思ったんですけどね。単色なんでね。これでメリハリをつけることにしました。実はね、ヒントを得たのがね、2001年うちの旅という映画ご存知でしょうか。あれに出てくるね、オリオン号ですね。あれだとね、本来はこういうパネルごとにね、ちょっと、グレーが強かったり、ちょっと黄色が強かったりっていうね、割とそういう塗り方をしてるんですけど、そこまでやってしまうとやっぱりね、ちょっと違うものに見えてきちゃうんでね。ちょっとこんな感じで、メリハリをつけてみました。主翼なんかもこんな感じですね。はい。これで、全パーツを組み立てて、あとはここですね。キャノピーのマスキング。これを剥がして完成でございます。では、組み上げていきます。というわけで完成でございます。ではまた見ていきましょう。はい。このロックウェル B1。劇中の時代は A ですね。B1、A 型なんですけれども。ロックウェルという会社もね、現在はボーイング社になっているので、パッケージのライセンス表記もボーイング社のものが入っております。はい、この機体ですね、開発は63年から始まって、74年には原型の初飛行が行われてますね。で、その後3機製造されて、まあこのまま順調に行くのかと思ったんですけれどもね、レーガン政権じゃねえ、カーター政権の時かな、77年にね、一回核軍縮の関係で中止になってます。で、その後ね、レーガン政権に入って81年だったかな。その頃に、またこの計画が復活して、B1B としてね、大量に作られるようになって、その時にカラーリングも白からグレーに変わってますね。はい、じゃあ、後ろからも見ていきましょう。あ、まずはこの尾翼ですね。死の翼、死神ですね。これは自作のデカールでございます。まあ、マーキング、デカール系はかなり少なめですね。で、このパネルごとにね、パネルシェードを軽く吹いて、ちょっとね、この辺の、なんていうのかな、ディテールを強調した感じですね。はい。最初はね、動画内でも言ってると思うんですけれども、2001年宇宙の旅のオリオン号みたいにね、パネルごとにちょっと白の色味を変えて強調してやろうかと思ったんですけど、そうなるとね、やっぱりこの白いイメージがだいぶ変わっちゃうんでね、死を運ぶ白鳥ですからね。やっぱいいね。ただちょっと形状がかなり特殊なのでね、
かっちょいい画角を見つけるのが本当に難しいですね。144分の1なんですけど、30センチを超えてるんでね。難しいね。ちょっと低めから撮ってみようかな。いいね。いいね。はい、こんな感じです。開発当初はね、超音速の戦略爆撃機として開発されてね、核の搭載も前提として、開発されていて、まあ劇中でもね、さっきは実際にこれで核を使っています。あの、グランドスラムのね、あるシーンはなかなか劇中でも、物語の前半のね、クライマックス部分としても有名ですね。数年前にね、ちょっとある国を目指して結構この機が飛んできてたので、日本近郊にもね、よくニュースとかになってたのを皆さんも覚えてると思います。ただね、これ自体は本当に70年代、僕が小学校の終わりぐらいの頃かな。その頃に割と発表されて、おーっていうね、子供にも人気がありましたね。当時はね、同じ超音速の旅客機コンコルドっていうのがやっぱりね、こういう白くて、こういう優雅な形状をしてたんで、子供にも人気がありましたしね。私もビッグワンガムで作ったのが最初だったんじゃないかな。ちょっと低めで見てみましょうか。いいですね。やっぱこの機体は真上で見るよりはね、水平ぐらいがいいですね。最初はね、この横にね、アスランエアフォースとか入れようかと。まあそんな触眼もあったんでね、入れようかと思ったんですけど、なんか余計なことはしない方がいいなと思ってやめました。はい。こんな感じでございます。そしてやっぱりね、押さえときたいのはこの土正面ですね。不気味でいいね。不気味で美しい。あの、米軍のね、こういう変態的な機体はね、正面がいいんですよ。あの、SR-71、あと B2、その辺とかもそうなんですけどもね、特にね、僕が好きなのが、あの、柴田光雄さんっていうフォトジャーナリストがいるんですけど、その方がお撮りになった写真っていうのがね、まあ、なんかね、背筋がゾクッとするぐらい不気味な画角の写真を撮りますね。まあ、ご本人ね、実際に戦闘機に乗って写真を撮ったりとかするね。まあ、ほんと、ロッキーみたいなもんですけど。ただやっぱり、どちらかというとね、こういうね、スカンクワークとかね、割と謎に包まれた機体を撮ると本当にいい相性で写真を撮りますね、あの方はね。もしご興味があったら皆さんも一度写真集お手に取ってみるといいと思います。はい、そういうわけで桜井がお送りいたしました。いかがだったでしょうか。まあ、頑張ったし楽しかったんですけどね、個人的にはまだ食べ足りない。さあどうしようかな。まあ彼があれを作って、あの人がそれを作って、いろいろね、ちょっと今回、まあ皆さん何を作ってるか大体知ってるんですけどね、やっぱあれがねえと始まらねえかなっていう妙な使命感もありましてね、お腹も空いてるからもう一個ぐらいやってもいいかななんて思ってるんですけど、時間あるかな。ギタカさんいかがですか。はい、そういうわけで、まあ時間が許すようだったらもう一個やってみたいと思います。まあその暁にはまたお会いできると思います。それではまた。
お会いしましょう。さよなら。